よよよよ、こんばんは。フリートーク、雑談しようや。マジでフリートーク、特に何の話するとかも何もないよ。何もない。強いて言うなら、あと2日でハロウィンだなぐらい、今思いついた。こんばんは。ちょっとみんなでお話でもしようよ。ねえ、お菓子欲しいな。お菓子、ハロウィンだし。なんもないよ仮装はしないね、ハロウィン。いや、逆にある。みんなはハロウィンに仮装する？仮装したことある？渋谷とかな、仮装してなんかふらついてる人たちいるよな。しない？何もしない。学生の時はやったことある。ああ、まあね、もともとあれなんでしょ、ハロウィンは。まあなんかね、仮装する、まあ、もちろん仮装はするんだろうけど、なんか発祥の地、まあ、詳しいことはよう分からんけどさ、あの海外とかでは子供がね、なんか仮装して、お化けの仮装して近所をこうトリックアトリートって言ってね、脅すわけでしょ。お菓子くれないといたずらするぞっていうね、脅迫罪ね、そういうことでしょ、始まりは。じゃあ、あの、俺にもお菓子ください、みんな。じゃないと、あの、いたずらするよ。お菓子ください。お部屋にハロウィングッズ飾るくらいです。いいやん、いいね確かにクリスマスみたいね。それだったら誰にも迷惑かかんないしな。渋谷ハロウィンは混んでるだけで最悪です。まあね、今年はでも どうなんだろうね。だんだん規制が厳しく、なんか渋谷区なってるらしいからね。結局またどっかに行くよ。その渋谷に集まってた人たちは結局また違うところに行くから、新宿あたりに行くんじゃないの。住所教えてください。教えるか。そんなコメントでお菓子もらっても食べれないもん。そんな食べれないじゃん。ないもんだって。それはもう3歳児までですよ、それ喜ぶのは。あお菓子やん。 M さん、雑談配信ありがとう。 800L ありがとうございます。あ、じゃあこの 800L 視聴者さんからいただいたやつでお菓子買ってくるわ、これ。お、すごい。しかもこれ、あれか。ハロウィンバージョンのスタンプなってんのか。こんばんは。集まりそうなところすべて封鎖されてます。まあな、人、ね、人が集まるとそりゃな、ちょっといろいろ問題が起きるから。でもさ、あの、海外のあの友達がさ、おい、なんだこれ、配信者ランキング上位が上がり9位になりました。あ、これあれだ、あのなんかね、お菓子でゲットできんだよね、これね。視
聴者さんからエールいただくと、で上位に入ればなんかお菓子もらえるらしい。上位確か3位までとかじゃないこれ。これ。あ、そう、ヘッドホンさ届いてないんだけど。ヘッドホン届いてないよね。届いてないよねってか届いてないんだけど。当たったもんね、配信で視聴者さんやってくれて。あれ、プンレクさん、ちょっとマネージャーに聞いてみないといけないかも。担当のヘッドホン届いてねえわ。それよ。あ、9位に上がった。おい、まただよ。またオザムとさ、フルコンさんがさいるやん。もう全部重なってくやん。いつもなんかあれだよね、スーパーチャットとかすごいよな。なんなん、踏んどってくるわ。おざむから踏んどってくるわ。もらいすぎだぞって、太るぞって。ペヤングは来た、ペヤングは来た、ペヤングは来たよ。ヘッドホン来てねえな。聞いてみるか。せっかく視聴者さんがな、エールをくれて、それで当たったんだから。聞いてみるわ。届いたらツイッターにあげたい。で、今回のハロウィンも、上位3位まで入ればね、なんかもらえるらしいから、その、チョコレートみたいな。マリベル。マリベルって、聞いたことないな。高級な、あれなのかな、お菓子、チョコ、なのかな。おお、なんかいい値段するね。いい値段するやん。レッドボックス100個入りなんて、販売価格6万円するぞ。チョコ。すげえな。俺はね、リンツとか、あと、ゴディバとかな。リンツかな、好きなのは。リンツがたまに食べるね。好きだね、あれ。編集中とかに。ピエール・マルコリーニ、マルコリーニ。聞いたことあるけど。食べたことあるかな？ピエール・マルコリーニ。あー、一回食べたことあるかもね。あれだよね。ほんといろいろ種類あるよな。お菓子だけでも。ピエール・マルコリーニ。さすがに噛まないでしょ。お高いもの食べとる。別にあれだよ、もうご飯食べた後に必ずあのチョコを毎日食べてますとかじゃないよ。たまーによ。たまーによ。たまーに。なんか急に食べたくなったりするの。急に、あー食べたいなって思って。毎日食べてるわけじゃないからね。ねえ。あ、それでその海外のね、友達とかがね、花見とかの写真をね見た時にさ、そのびっくりしてたんよ。そのと海外の、えって、その写真見てね、花見してる子、人がいっぱいいてね、何にびっくりしたと思う？その海外の友達はその写真見て、人いっぱい集まってて、お花見してる日本人のその写真を見てさ、風景を見てびっくりしたんだけど、何にびっくり、何にびっくりしたと思う？えって。
すごいねっていう。海外じゃ信じられないよ。何びっくりしたと思う？花見しながらお酒飲んでること。そうじゃないな。地べたに座る。それじゃない。コウ君がイケメンだから。それじゃない。その人はね、こんなに人がいるのに警察がいないんだってびっくりしてた。 M さん、福引き何か当たりますよね。400Lありがとうございます。あれじゃない、 M さんがこれ弾けるんでしょきっと。俺というよりも当たっ、 M さんが当たったら俺にも当たるっていう。あ、でもいろいろあるよ。選べる豪華プレゼント、マリーベルのブルーボックス9個入り、これでは当たるんじゃん。そう、なんでなんでっていうのは、やっぱ海外だとね、人が集まるイコール事件が起きるなんだって。治安が、日本はやっぱ治安がいいからさ、人が集まっても、そう、なんていうの、そこまで問題は起きない、海外に比べたらね。だからそこにびっくりしてた。人がいっぱいいるのに警察がいないのはすごいっていう。それは治安の良さだみたいな。だからハロウィンイベントもそうだよね。人がいっぱい集まるからなんかね、テンション上がって変なことする人いるじゃん。全部外れた当たったら嬉しいな、逆に。びっくりしたもんな、あのヘッドホン当たった時な。まだ届いてないよ、まだ届いてないよ。連絡しとく。でもなんかちょっと連絡しづらいよね、なんかね。なんか あっち側からさ、いや、そもそもなんだけど、そもそも元をたどればね、別に全然連絡するのいいんだけどさ、なんかつって連絡するのちょっとな、俺からするのちょっとやだよ。あっち側からちゃんと気づいてくれてね、対応してくれたらありがてんだけどね。だからハロウィンだと人がさ、いっぱい集まるから、何かこうね、問題が起きるかもしれない。何も問題起きずにね、楽しむ分なら別にいいとは思うけど、やっぱりね、毎回何かしらあるもんな。なんかすごかったよね、なんか トラック横転させたりとかさなにやってんだろうなってなるよね、肌から見てると。あ、そのヘッドホンでね配信するわ。今使ってるヘッドホンも結構だいぶ使ってて、新しいのに変えたいなってちょうど思ってたから、そのタイミングでね。いつだっけあれあったと。もうだいぶだよね。なんなら1年ぐらい経ってる？去年の今頃もしかしたら。年始か。ね。まあ日本は、他の国と比べると治安がいい。まあ平和なのかね。そう、忘れ物とかね。財布とかだから、届くのってすごいびっくりするみたいじゃん。普通ね、財布なんか落ちてたら、もちろん届くことがすごいし、中身が残ってるってのもね、もう海外だったら普通に取られてるでしょ多分。その治安が悪いところだってさ、もちろんね、普通に届く時もあるんだろうけどねえ。まあでもハロウィンはみんなで、ね、こう仮装してね、子供たちが仮装してこうワイワイやってるのは見てて和む、うん、ちびっ子たちはね。俺はダンスはそんな得意じゃないね。いや、俺の自社動画、俺の自社動画でダンスいっぱいしてるじゃん。それ見て得意だと思うか？実写見たらわかる。
やかましいわ、やかましいわ。ダンスと毛虫が苦手です。でもあれだよ、その音楽に乗せてダンスとかそういう体を動かしたりするのは好きだよ。それがね、プロみたいに踊れる人はもっと上手い、上手いなってみんなに言われていいだろうけど、俺は別に下手でも体を動かして音楽に合わせて踊ってると楽しくなるから、それは好きよ、踊ること自体は。だから言ったじゃん前、なんだろうな、何がいいかな、何かするたびにダンスが、大体例えば何かするたびに歌が上手くなるとかっていう、よく動画あったりするじゃん。キルするたびに歌が上手くなるとか、キルするたびにダンスが上手くなるとかさ。俺逆でキルするたびに歌が上手くならないっていう動画あげたいって言ったじゃん。ガンガンキルするけども歌は別に上手くな、ダンスは別にずっと変わらない。もうそういうね、もう逆の発想の方がおもろいってなっちゃってんだよね。普通のやつやってもつまらんってなるから。踊ってみた。逆にみんなはさ、それで踊ったりする？踊る人少ないでしょ。音楽聴いてさ、体がこうリズム乗ってこう踊りたくなっちゃうみたいな。みんな踊る？でもなんかそういう人って愉快そうじゃないよ。そういう人となんか一緒にいたら楽しそうじゃない。踊れない踊れない、あんまり踊る機会ないからな。でも今ね、小学生とかなんか表現の自由でダンスね、体育でダンスあるからね。だからだんだんそういう、なんだろう、ダンス踊る環境で育った子たちはだんだんこう世に出てきてるわけでしょ、きっと。踊りたくなっちゃうんじゃない？でもあれだよね、それもまあ何の 体育でもそうだけどさ、ね、苦手とか得意不得意とかね、あるじゃない。だからダンスの時とかちょっと悩む子もいそうだよな。まあしょうがないけど、もうそれは気にしないっていうマインドでいかないと。何でもそうじゃん、それ気にしてたらあれだけど。これはまだ楽しく踊れる、まあそこに行ってほしいよな、そこにね。別に周りの目はそんな気にしなくていいよ、自分が楽しく踊れてたらそれでいいやんって。それが大事。その高校の授業で創作ダンスあったの嫌だったな。でしょ。難しいもんだって。そもそもさ、なんだろうな、よくさ、俺結構音楽好きだから、だいたい編集してる時もさ、音楽聴きながらとか通勤も音楽聴いてたりするんだけどさ、ライブ映像とか見るとやっぱり、まあ俺もライブに行ったりするとさ、こう日本人はやっぱこうね、リズムには乗るけども、こうなんだろう、こう腰くねらせたりとかさ、こうダンスは踊らんやん、そんなに。たまにいるけどさ、みんながみんなやらないじゃん。こう手拍子とかこう手上げたりとかさするぐらいだけど、やっぱ海外のライブ映像とか見るとさ、もうなんかおのおのにこうなんかさ、腰くねらせたり、もうなんかこう、特に女性がね、こうなんかすんごいこうダンスでこう踊ってるじゃない。やっぱだからそこが文化の違いなんだなっていうのを見ては分かるのが面白いよね。もしかしたらな、いずれもそうやって子供たちがこうダンスし始めてそういう文化になればさ、日本人もこうやって腰くねらせてこうやってうぅぅとかって踊ったりするのかもしんないけど、まあ楽しく、いや、ね、苦手な人は別に無理に踊んなくていいけど、楽しんであればそうやってね、楽しく踊った方がいいよな。だから本当はね、日本人にはきっと踊りたがってる人もいるような気がするよね。でもほら、
一人だけ踊るの恥ずかしいなとかな。旦那に白い目で見られます。いいよね、いいよね。まあ一人でだったらな、一人でだったらもう自由に生きるから、ね、しかもなんなら俺の場合はなんかその変なダンス踊ってたら楽しくなってくるから、一人で笑けてくるみたいなね。ライブ行くとやっぱ分かそこで分かれるよね。なんか文化性が、文化の違いが見えてくるよね。腰くねらせてはしない？もう海外の人腰すんごいくねらせてね、こうやってるから、でそこ抜かれんだよこうやって映像で。もちろんね、海外の人でも多分ねそういうのは踊らないよって人もいるんだろうけどね。ご飯作ってる時に音楽乗ってたら息子に笑われた、ね、息子もきっと踊りたいんじゃない？本当は踊りたいんだよ。恥ずかしい、恥ずかしいんだけど本当は踊りたい。あの本当はみんな変態理論、本当はみんな変態なんだけど、みんな隠してるっていうって思うとみんな変態に見えてきてあんまり気になんなくなる。こんばんは。壁紙をココさんにしてたらえって言われました。どういうこと？変態の話、みんな変態説あるね。だって分かんないもんね。まあ分かんないからこそ変態じゃないという否定もできるから何とも言えないけどね。結局想像でしかないけど、例えばさ、みんな例えばさ、なんかさ、何でもいいよ、めちゃめちゃね、なんだろうな、まあ、学生の時でもいいけどさ、なんか先生が怒ったりとかさ、大人が怒ったりとかさ、あと友達が怒ったりとかさ、したりするじゃん。あと大人になってからでもなんか怒ってたり、俺なんでそういうことだとかって怒ってても、あの人変態、本当は変態なのにああやって怒ってんだなって思うとあんま良くないけどね。うん、楽しくなってくるよね。なんかね、そんなね、すごい怒ってるけどあの人心の中では変態なこと思ってんだろうなって思って。ココさん好きは変態かもしれん。どういうことだよ、どういうことだよ。ね、まあそれぐらいだからあれなんよ、それぐらいなんだろうな、人生って結局ね、あのそういう楽しいマインドに持ってった方がいいって話よ。うん、それをいい感じにつなげるんだったら変態をいい感じに持ってくなんだね。ね、怒られた時にさ、まあもちろんね、本当に自分が悪いなってこうね、反省するタイミングももちろん必要だけどね。でもあまりなんか怒られたことに対してさ、なんかこう、なんかね、あの人怒ってきたから嫌だわとか、まあ別にいいんだけどな、そういう感情になってもいいけども、なんかそれだとこう、だんだん暗くなってくるやん。だったら、あの人、でもそんなこと言いながらさ、あの人もなんかどうせ裏では変態なこと思ってんだろうとかって思われても、そうすると荒げてくるやん。反省した後でな、もし自分が悪いなって感じた感じで反省した後にちょっと今度マイナスに落ちたからプラスの方に考えてる。でもあの人どうせそんなこと言ってるけど中身はどうせ変態なんだよって。いやでも俺思うんだよね、なんか成人っていうか、なんかなんだろうな、真面目ぶってる人ほど危ないと思うからさ、バランスがいい人がいいね。だから50-50な人、やるときはちゃんとやる、真面目なときはちゃんと真面目にやる、でこうちょっとおちゃらけるときはおちゃらけるみたいな、それが一番ね信用できる人な気がする。あ、これ勝手な俺のあれだからね、勝手な俺の。逆になんかこうずっと真面目とかはなんか危ない気がするんだよね。なんかね、なんか、あ、これあれだから、本当に俺のね、個人的なあれなんで、逆にね、ずーっと、なんか、ね、変態ってのも危ないから、結局バランスだと思う。50-50、50% ずつ、なんか、コインの裏表みたいなのでさ、
50-50 で半々ぐらいの人が一番なんか信用できる。真面目でぶってる人が一番危ない説あるよね。なあるよな。なあ、だってそうじゃんね。実際あの芸能人とかさ、そういうね著名人とか、あとそういうニュースに出てくる人ってさ、なんかね真面目そうな人が結構やばい事件起こしたりするやん。なんなんこの話。そう、たまにね、だからまあなんだろうな、おちゃらけるな、俺の中ではこう童心を忘れないみたいな部分、なんか子供の頃のちょっとこう遊び心みたいなのをなんか 50% 持ってる人の方がなんかこう魅力的に感じるよね。なんかただ真面目な人よりは俺はそう思う。俺はね、いやいや、これからココくんがなんかするために変態やんと思ったらいいんですね。もういいよ、思うぐらいだったらいいよ。別に思うんだったらね、自分の心の中で思って、それでなんかね、俺の動画がちょっとでも楽しくなるんだったらね、いやこんなことココさん言ってるけど、ココさんもね裏でもう変態なことやってんだろうって思って面白くなるんだったらいいけどね。おもろい。いやでもそれぐらいのマインドの方が絶対あのうまい人だよ。その人生の歩み方がうまく 50% どっちもうまく使えばいいのよ。だから真面目な時は真面目にいくっていうね。ちょっとでも真面目すぎるとなんか大変な辛い時とかさ、ただ真面目にぶつかってもさ、もちろんそれで乗り越えられればいいけどさ、難しい時はあるやん、何かにぶつかった時。そういう時はちょっと童心を思い出してね、いろんなやり方があると思うけど。そういう人の方が俺はいいなーって、魅力があるなーってなるね。あの男性も女性も、うん、まあちょっとニュアンスは変わってるか来るかもしれないけどね、女性と男性とかだと。まあ根本はそういうことよ。もう 50% ずつわかる。うん、ね、だからあれよ、あの俺はあのまあいろんな人とさ一緒にコラボしたりとかさ、ゲームしたりとかするけどさ、一番ね、一番あこの人多分変態、この人変態っていうか、あのこの人絶対隠してんなってのはフルコンさん。フルコンさんはねいっちゃん変態だからだ。いっちゃん変態だよ。おもろい。今度なんかそういうのでちょっとぶっこんでみたいよね。あとベルクラさんもね、ベルクラさんもなかなかね、おもろい。変態ランキング作る。いいね、面白そうだねそれね。うん、面白そうだね変態ランキング。結局興味あるからみんな、多分みんなあるでしょ。どうせ変態ランキングって動画作ったらさ絶対見に来るんだから。うん、僕にいつも日曜でもあんなボケてんの、あんなっていつよ、いつの時。まあ動画はさすがにね、そのエンターテイナーとしてなんかそういうのを作ったりするけど、日常でも結構ボケるよ、うん、動画ほどじゃないけどちょっとボケたり突っ込んだり、なんかその方がね、まあ真面目な話をするときは真面目にするし、逆にちょっとこうなんかあれだよ、料理と一緒、料理ってかなんかで、ね、ご飯とかと一緒でなんか味付け、ボケとかツッコミってなんか味付けやん。真面目な話してるとちょっとだんだんね、あの真面目な話がするターンの時は別にいいんだよ、真面目な話を
ターンでするときはちゃんとずっと真面目にもちろんやるよ。それは そこを外れちゃうとさ、ただの変な人に返事になっちゃうからあれだけど、そこ見極めてね。でだんだんなんか、あ、ここら辺でちょっと味変しようかなみたいなのあるじゃんね。ちょっと場がちょっとなんかだんだんしらけてきたっていうかさ、なんかつまんねえなって思い始めた頃にちょっとボケたりとかさ、相手がボケてきたら突っ込んだりとかさ、会社ではもう別に真面目にやってるよ。 もちろんあの業務はちゃんと普通に正確にロボットのようにね、 AI かのように、編集とかもそう、編集も丁寧に AI とかのように。でもなんか人とコミュニケーション取るときはまあそんな感じかな。うん真面目な話するのじゃないよ。するよ。俺を何だと思ってんだ俺をなんかいつでもなんかずっとおふざけのおふざけする変態二足のわらじ天才男だと思ってんの見極められる変態か、これもパワーワードすぎませんか。たくさんのコメントありがとうございます。まあ、仕事はだってさ、なんだろう、業務はね、業務、コミュニケーションの時は心はちゃんとあるよ。でも業務ってさ、絶対そこに感情を置かない方がいいじゃん。まあ置かない方がいいってかね、淡々とやった方がさ、なんていうの、別にさ、だって世の中の仕事ってさ、機械がやればいい話じゃん。正直ね、いずれ俺はなると思うんだけど、AI とかが正確に別に やればいいものはそれに任せればいいじゃん。だから人間も別にこうあまりね、感情でやらずに普通にこう、なんだろう、こうなったらこう、こうなったらこうみたいなのをやって、まあミスったら分析してみたいな、そこにあんまり感情っていらないじゃん。でも例えばなんか接客とかさ、そういう人対人とかそういう時はもちろんさっきみたいにね、50-50でちょっとふざけたり、そういう味変したりとか、そういうね、いつもの俺でやってるけどだからそこ使い分けてるかな。逆にほら仕事中にねそういうこと、どっちもある。そう、二足どっちの。だからこそあの動画とかでもさ、なんだろう、結構ほとんど冗談よ。そのみんなが笑ってるところ、わかんないけどね、なんて言ったらいいんだろうな、そういうボケとかほとんど冗談だから、もちろん本音は本音なんだけどな、なんて言ったらいいんだろうね、難しいね、なんて言ったらいいんだろう、冗談っていう言葉も合ってるっちゃ合ってるけど、全部が全部そうでもないから、その全部がそういう感じでもない、まあ難しいね、ちょっと なんかいい言葉がちょっと思いつかないけど、あの冗談言ってる時もあるから、だからなんかこうちゃんと俺の動画を最後まで見てもらわないと、途中離脱しちゃうとなんか最後まで面白さまで たどり着かないで、なんだろうな、どっかで勘違いして離れていく人がいそうな気はするけど、わかる？言いたいこと。真面目な部分もあるし、だから俺の真面目な部分しかもしかしたら見てない人は、その冗談言った時に、おい、この人ってそんなこと言うの？とか、例えば俺がなんかこうツッコミ、なんだろうな、ノラの人とかに、デッドバイデイライトのノラの人とかに、お前、あ、例えば前回のはエースのあの発電機取られた時あったでしょ。あれも別にさ、例えば真面目に生放送してたらさ、あのなんていうの、あ、エース回してくれましたね、まあ赤いは次行きましょうっていう、別にいいんだよ、それでもいいんだよ、それでもいいんだけど、俺それつまんないと思っちゃうつまんないと思っちゃうから、そこは冗談で、おーい、なあ
俺がずっと回してたやとかっていう、それをさ、だから真面目、この人って そんな、なんかそのね、そんなあのちょっとのあれになんか怒ってんのとかって思っちゃう人もいるかもしれないけど、まずそれはそれでね、だからそういうのに気づいてほしい。だから俺そういうなんだ、あこれネタなんだとか冗談だなみたいなの分かればさ、おもろくなってくるやん。何でもそうだと思うけど分かる分かる、うん、だってさ、おもろくはないよな、真面目面白くはないよね。別に面白さを求めてない人だったら別にそういうね放送でも全然いいけど、俺はほらチャンネルにもさ、自分が面白いと思ったものを楽しむってずっとあのチャンネル開設当時からの概要欄っていうかね、チャンネルのところにずっと貼ってるんだけど、楽しいことに巻き込みたいっていうのと、あの自分が面白いと思ったものを楽しむっていうね、この2つを7年間ブレずにやってるからさだからさね、あれってだってまさになんか今日ね雑談だから言うけど、なんかね、あのあんな美味しい場面でさ、ね、あんな美味しい場面で、はい、あここで私がば、あここになすりつけてくるんですね。あじゃあ私タゲ取りしますね。では発電機よろしくお願いします。あ発電機、あ残りちょっとで、あつけた、あありがとうございます。あでもあれですね、アーカイブできなかったですね。次頑張りましょう。何がおもろいこれっていうね。だからね、おお同じ話になるけど、で逆にこれを分かってたらさ、今度真面目な今みたいにね、ちょっと真面目をいじった感じの動画も作れるわけじゃん。わかる？このいつもおふざけする実況者がクソ真面目な動画を撮ったらバカおもろいとかできるわけよ。だから味変することによって、こうなんだ、こう何回転もさせられる。真面目からは何も生まれないからっていうことなんよ。わかる？そこで、まあ、勘違いせずになんかちゃんと見てほしいよねっていうのにつなげたかった。もうね、今日雑談に来てる人はみんな俺のことを理解してる人多いだろうから、こんなこと言わなくても分かってるよっていう人ばっかりだろうからね、いいんだけどでもなんかちょっと やってみたくなっちゃったね、今の真面目ね。俺がだからおふざけキャラ、まあ、半分ね、こうよくふざける人だっていうイメージがあれば、逆に今度真面目にやるとおもろくなるわけですよ。はい、では発電機回していきましょう。発電機は5台あります。ちょっとやりたくなってきたな。何のボケもなくクソ真面目にやるっていうのがボケっていう。でしょ？初めはここさんってこんなふざける人なんだってびっくりしたのを思い出した。ね。そこで多分一回あるんだよな。まあ、どういう貼り方したかにもよるけどね。見た動画がどれかにもよるけどね。だから、うんこダイスから入ってくれれば、多分ね、真面目になった時のギャップ、逆にね、こんな真面目な考えあるんだって。だから、どっちもね、さっきコメントでさ、スルメ見て、ココさんはスルメというかみたいなのあったけど、どっちもね、味変で楽しめるから。おもろくなってきちゃった。うん。そういうこと。それは面白いね。でしょ？真面目にやり始めたら面白くない？なんか、いつもふざけてる人がさ。それ、何の実況っていう。何の実況？見てりゃわかるよっていうの。それがまあおもろいんだよね。当たり前体操とかもそういうことじゃん。つまり。分析すると。嫌だろうね。芸人さんにからしたらさ、俺がこうやって冷静に分析されるの一番嫌だろうね。やろうかな。芸人さん呼んで、すんげえ冷静に分析するっていう動画って。それもだから芸人さん相手だから芸人ね、おもろくなってくるんだよ。ああ、これは、相手のこういう心理を読んでるんで、
まあ当たり前体操は、その当たり前だっていうのを逆手に取ったボケなんで、まあ冷静に考えると至って普通のことなんですよねとかって言いましたで、おい営業妨害じゃねえかっていうやり取りをしたい。結局そんなんよ。難しいよね。だからそのそれをね、冗談だって思ってくれる人と、なんかこの人ちょっとやりすぎだなって思う人とさ、難しいよね。まあ結局やり取りする当事者にさ、信頼関係があれば俺はいいとは思うんだけど。あ、栄光さんとのねコラボで、そうそう。いや違うのよ、別キャラっていうか、どっちも俺なの。その優しく丁寧に教えるのも俺だし、ふざけるのも俺だしっていう、そのどっちも俺なの。栄光さんの分析したろうかな、ね、栄光さん生放送見て、あー、ここの笑いポイントはこういう感情でやってて、まあリスナーさんがこういう栄光さんにこういうイメージを持ってるんで、それを逆手にとって栄光さんはこういうことによって、まあ面白い場面を生んでおりますねとかでそれのエコさんからなんかアンサー動画でな、いいですかエコさんって LINE で連絡しようかな、こういう動画上げていいですか でもそれもおもろくなるじゃん。いや営業妨害しないでくださいよとかなって、それもおもろくなるじゃん楽しくなってきたわねえたくさんのコメントありがとうございます。おふざけ実況者が一度おふざけなりやり通せるか企画みたい、いいね。だからなんかふざけなきゃいけないような場面を作ってとかね、逆パターンも だからあれだよな、なんかそのガキツカとかでさ、葬式の時に緊張と緩和、葬式の時にあえてなんかこうふざけたことするとさ、どうしても面白くなっちゃうじゃんね、あったじゃん、笑ってはいけないのやつで、ね、そういうことだよね。お笑いってなんか緊張と緩和でも だからこそあれなんよ、多分ゼロの法則じゃないけど、さっきみたいにさ、変、どうせこの人変態なんでしょっていう、そのわかる、怒られてる時とかさ、ちょっと真面目な時とかさ、ちょっとニヤってしちゃって、うんだよね。でそういう動画作りたいよね。うんこダイスとかもそうじゃん俺のうんこダイスとかもそういうことなのよ。すげえ、いたってスーツ着て真面目そうなね、最初こう真面目そうな人が出てくるでしょそしたらなんか洋服見たらすんごいなんかくだらないゲームやってるじゃんそう、笑っちゃダメって言われたら笑っちゃうね。うん、それはまたなんか別の原理だけどな、その緊張と緩和とはまた違う、ダメって言われたらやっちゃうっていう、ね、いろいろ分析しちゃった。そういう動画作りたいね。なんかね、いっぱいあんだよ、ちょっとどれだっけ、あんだよ最近ね、最近思いついたのはさ、また深夜のやつでさ、ぬいぐるみのおもちゃの楽器隊相手にオーケストラ指揮者をやるっていうぬいぐるみであるでしょ、シンバルとかってこうでパンパンパンとかってシンバル叩くやつあるじゃん、とか太鼓叩くやつあるじゃん、太鼓叩くやつとかカラ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 とかっつってで、こうね、顔は映さないでね、うんこダイスみたいに、で俺なんかスーツ着て、で真面目な人こう出て横からスーッて出てくるわけよ。で指揮者棒持ってね、指揮者棒をまあ菜箸でもいいよ、菜箸にしてもいいし、そこでちょっとなんかあれ菜箸やんっていうねボケ入れてもいいけどね。なんかこれ言っちゃうと上げづらくなるな次でそのぬいぐるみ相手に指揮者のこうやってやって、なんかそこのいい感じのねオーケストラのやつ BGM で入れて、でちょっ
ちょいちょいあのちょいちょいあのぬいぐるみにこうやって焦点当ててわかる、編集でピドッ、マジで深夜のテンションで思いついたやつ、自分が見て笑いそうだったから作りてえと思ったいずれ上がるかもしれません、お楽しみに。てかいっぱいあるのよ、いっぱいあるよ、何個ある、ネタがね15個ぐらいあるね、動画のまだ作ってないやつだけども。そうカット割りまでも考えてる。もうね俺基本的にもう頭の中で結構なんだろう、もう1から100まで結構ピンってこう思いついたらこう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 ってできんのよ、できるっていうか浮かぶのよ、ある程度。まあ作りながら軌道修正とかするけど、例えば今あの表示されてるさ、気まずい場面でもチャンピオン取ったら気まずくなるあの実写 APEX のやつとかさあれもふとした時にほっって全部カット割りはこうでこういう場面でこういうセリフでとか全部そうよ、うんこダイスもそうだし、ビレあのバイオハザードビレッジの体験版であの映像を見た時にあれこれ実写でこういう場面にセリフ置き換え、セリフそのままにしてこういう場面にあの映像切り替えたらこれはすごいなんか斬新なやつ作れるんじゃねえかとかね全部よ、全部どんどん湧いてくんだよ、そういうのが湧くとき、もう想像作るだよね、そのクリエイトの方だよね、クリエイトの想像マネキンの説もそうだしな、ベテランは冷静説、まあこれもそうだしな、ショコ君に変なとこがって言われてたねだからショコ君はまだそこクリエイティブじゃないな、ショコ君、ショコ君そこをクリエイティブにすればまた一つ扉が開くんよ、ショコ君の やっぱ楽しくよ、うん、自分がね楽しくてこう人生楽しくなったらもうそれが一番いいからね、うん、でそれでね みんながこうやって見てくれておもろいおもろいと思ってもらえたらもうそれはなおベストだし、みんながそれ見てねくだらねえとかさ思ってお面白がってくれたらね、全部俺の声もそうだしな、うんどんどん湧いてくる。みんなもないの？みんなはそういうのない？なんかそういう自分なんか日常でさはってこうない？別にあれよ、そういう面白いとかじゃなくてもなんだろうな、こう日常生活してて急にひらめいたりとかさ、結構あれ大事だと思うんだよね、何かひらめいたり直感みたいな、そこに何かすごいこう考えても生まれない価値のあるものがきっとあると思うんだよな第六感みたいなね、いろいろちょっといろいろまた動画作りたくなってきたな、なんかな、うん、いっぱい作りたい動画あるんだけどな、ゲーム実況 したいゲームもいっぱいあるしさ、生放送もしたいしさ、みんなとこうやって雑談もしたいしさ、普段絵描いてるからアイディア浮かぶこと、あーいいね、ひらめくことあるよ、絵描く人とかね、確かに絵上手い人ってすごいよな、妄想するなでも妄想っていいよな、なんか自由だしね、その妄想力、想像力豊かな人は多分その現実世界でもまあこんな感じになんかこうね、現実世界も豊かになりそうだよね、想像こう常識にとらわれずに、でプラスちゃんとねこう線引きもできる人みたいな、
俺そういう人になりたいね、やっぱね。建物とか人をブロックに置き換えて戻すのが好きです。ちょっとなんかすごいくないそれ文字読んだだけじゃブロック、なんかレゴってこと、人をレゴ、すごいね。妄想はもう自由ですからね。DVD 界でリアル鬼ごっことかしたらコブくんダントツでチェイスするだろうなとか、うん、確かに。そもそもなんかさ、ゲーム実況者と、まあ、DVD 界隈もそうだよね。なんか DVD 界隈って運動系の人少なくない？なんかイメージ、ちっくんとしょこくんぐらいじゃない？確かバスケやってたよな。だからなんかそれで、それこそまあ運動会とかしたら面白そうだけどねねえ、ゲーム実況者なんてなかなか、俺が異質なだけでさ、ゲームをずっとやってる人たちが多いんだろうから、そういう人たちで運動会したら面白いと思う絶対おもろいよ球技とかやったら面白そうだよね絶対面白いと思う。ゲームばっかりやってた人が球技やったらどうなるか小沢はいつもなんかかかとやってるよな。それぐらい歩いてないってことでしょあいつよ。でも多分あのゲーム脳だから、なんだろう、運動カードゲームとかなんかそういうのはそつなくこないそうだよね。カードゲーム、心理戦、まあ頭使ってみたいな。でもそれじゃつまんないよね。そんな動画つまんないじゃん。そんなのつまんないよね。やっぱ意外なやつよね。意外な、だからお坊さんがバーベキューコンパしたらどうなるかとかさ、逆をいかねえと。日常的に運動してますが、まあ運動の頻度はちょっとずつ減ってるけど運動はしてますね。バスケ好きなんで、バスケやったり、ちっちゃい頃とかもうキャッチ、まあ大体もう外で遊んでたな。ゲームはほとんど友達とやる、一人でやるのは小学校の時はみんな友達と、大体友達とやって、一人でやるってのは中学校時ぐらいだったかな。で、高校はちょっとゲームやんなくなって。真央さんをリアルで追いかけたら面白そうだね。追いかけたい。叫んでほしい。もうさーっつって。鬼起こして。なんで、だってお坊さんにしじゃん。だってお坊さんがさ、バーベキューしながらコンパしてなさそうでしょ。してる？あーってなる？だとしたら、ごめん。今のお坊さんってそうなんだってなる。だからそういうこと、逆。その予想外。だってさ、金髪兄ちゃんがバーベキューでコンパなんて普通じゃん。そういうこと、お坊さんとか、あと何がいい？お坊さんがサーフィン。わかる？お坊さん遊んでそうなイメージ。煩悩だらけで。ね。あんなね、こう、諭すようなこと。煩悩があるうちは、その世界からは出られないのですよとか、こう言っときながら裏では遊んでるみたいな。そういうことよね、だからね。そういうことよね、だから。さっきの話に戻るけど、真面目で売ってるわけじゃん。真面目っていうか、こういう雑念がありませんよみたいなので売ってるわけじゃん。だから裏がこう、だからさ、お坊さんでもなんかすごいなんかこう煩悩まみれのお坊さんとかの方がなんか信用できるよねどっちもあった方が。逆、そればっかり逆 100% とかならちょっとあえってなるけど、わかる。
でもなんか結局さ、人間の心理って面白いよね。好印象な人がさ、好印象な人がなんかちょっとね、その好印象から外れたことすると一気にこう急降下するわけじゃん。でももともとなんか全然ね、好印象じゃない人がさ、同じことやってもまああの人だからってなるじゃん。それってさ、ちょっとおかしいじゃん。よく考えたらね、よく考えたら同じことやってるから、どっちかが下がったんならどっちも下がんなきゃいけないし、逆にどっちかが上がったんだったらどっちも上がるはずなんだけどね、普通に考えたら変じゃん。でもそれが感情なんだろうね、その、理性じゃなくて逆だ、感情。そう、ロボットとかだったら感情がないからやったことに対してその素直に判断するんだろうけど、それって不思議じゃない、ね、この人は炎上するけどこの人はしないみたいな。でもよくよく考えたらおかしい話だよね。でもだからそこを、それが感情があるからお笑いが生まれたりとかさ、経済が回ったりするわけだけど、あれあれ、実は特別そうに見えて特別じゃないみたいなのもさ、例えば文化祭、高校とかの文化祭とか大学は違うかも、高校の文化祭の、自分の文化祭に例えば他校が来てる高校生とか、なんか特別そうに見えてるけど別に特別、実は特別じゃないって、なんかわかる。あと何ある、何ある、あとなんかあ、これなんか、あ、輝いてるなって言った方がいいかな、なんかこれ輝いてるなって一瞬思うけど、よくよく考えたら別に普通のことだっていう、普通一緒やんっていう。文化祭に、自分の文化祭にいる他校の高校生とか、あれも一緒じゃん、別に高校一緒じゃん。でもなんか他校の人がなんか輝いて見えるなみたいな思う人いるでしょ、いたでしょ、いたでしょ、今視聴者さんで、なんか他校の人の方がよく見えるとかさ、それって、でもよく考えたら、えって、よく考えてみ、高校生で一緒だよね、ね。そこは輝いて見えてていい、見えていいよ。いやでもよく考えたらさ、一緒の高校生じゃんとか、あと何ある、そういうの探すの頭体操になっていいよね。例えばなんだろうな、バーベキュー山奥ですごい景色いいところでバーベキューやってて食べる肉はうまいってなるけど、別にそれ同じスーパーで買ったやつっていう。わかる、家で食ってる肉と実は一緒だけど、うまいって感じるけど、でも肉は一緒。あれはだから感情なんだろうね、なんかいろんな要因が混ざってそう感じてしまうっていう人間の部分なんでね。でもロボットとかだったら、これは肉です、いつもと変わらない肉ですって判断するわけじゃん。わかる、あと何ある、あとみんなないの、ちょうどいい例のやつ出してよ。冬でスキーやってて、スノボとかスキーやってて食べるカップラーメンうまいとかね。でもそれはいつも食ってるカップラーメンと一緒じゃんね。でもうまく感じる、確かに俺も食べた時うまく感じたけど、よくよく考えたら同じカップラーメンっていう。これがだから感情と理性どっち取るかでね。だから雑談でもさ、 YouTube で東海オンエアの雑談話したけどさ、あれも結局そうなんよ、そのあれ、そう、夜中に食べるカップラーメン、そうとかね、それもそうじゃん、カップラーメン一緒やん、でも深夜だからうまく感じるやんっていうのだ、感情と理性じゃん。東海オンエアのやつもそうじゃん、あれはどっちも悪い、みんな悪いと思うんだけど、なんか片方の意見に寄ってる人とかいたじゃない。まあ別にいいんだけどね、別にいいんだよ、好きに言ってもらえていいんだけども、それってどういう分析かって言えば、それ感情寄りになるか理性寄りになるかだよね。そのやったことに対して、それはダメ、あれはダメ、それ理性、
ロボット AI でもどっちかって言ったらアヤナは感情派だよね。感情派に共感する人はこう徹夜もうちょっとこうした方がいいとかさ、そういうことなんだよ。だから そこに答えはない。だからその言いたいことはそこであれが悪いこれが悪いってお互い叩き合っても、あの結局理性と感情の配分が違うだけっていうね、分析するとね、そういうのいっぱいあるよな。でそこに気づいてる人だったらいいんだけどね、それに気づいてないでなんかこうあーや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 ーって喋ってるとさ、大丈夫かやってなる。そう、夏祭りの屋台で食べる焼きそば、そうね、確かに美味しく感じるよね、わかる。ね、だからお笑いもそこない。お笑い、まあお笑いってかその俺もだから冗談とか言うけど、そこをだから感情で見てる人と理性で見てる人、まあそこはまた話違うか、ちょっと変わってくるか。なんで夜にね、夜になると確かに飯テロっていうことはあるけどさ、美味しそうに見えるもんな。別にいつも食ってるご飯と一緒のやつだとしてもさ。ね、面白いよね。人間ってのは面白い。感情。だから感情に操られてるといえばそうだし、そこを理解してれば生きやすくもなるのかね。お店とか雑誌に掲載されてる洋服は素敵に見える。それは、その通りじゃない。それはね、それはその通りじゃん。ああ、でもそっか、家で、そういうこと？追加するんだったら、家で同じ服、家のクローゼットにある服と一緒なのに、お店とか雑誌に消させてる服は素敵に見えるってこと？それだったら確かにそうだな、同じもの。いろいろ話したけど、なんか皆さんも、ある？話したい話題ある？5月29からココさんの発注脱出数えてるのですが、成功率 54% でした。すごいな、すごいよそれ、そのパーセントまで出したの。それあれだよ、ウィキペディアとかなんか作ってさ、すごい有用な情報だよそれ。すごいよ、ありがとうございます、嬉しいわ。なんかちゃんと見てくれてるっていう、 Wikipedia 作ってそれ載せたいぐらいだね。変態 YouTuber ゴゴレモンペディア作りますか。やめなさい。例えばあの生放送中にこのこういうこうこうこういうね、こういう変態理論を唱えた回があるみたいなのだったらあれだけど、いきなりその YouTube の 題名に変態ココレモン、変態 YouTuber ココレモンってやったら、それだけ見てこの人変態なんだってなる人もいるから、その中まで見てみたいならいいけどね、中にはちゃんとこう見ない人もいるからね、その人を表面だけ見て判断する人もいるから。ポコさんの出戸場での教えをノートに書いてるので、もしお会いできたらサインください。もちろんいいですよ、もちろん。それこそあれだね、リアルイベント、リアルイベントを開催した時とかね、10万人達成して YouTube チャンネル10万人達成したので、リアルイベントやった時とかさ、そういうのやりたいよね。あえて語弊あるペディア作ろう。もう体張りすぎだよそれは。見てって、中身見てってね、中身見てってにしよう。いきなりそこで行くと、まあそういうの好きな人が集まりそうだけどさ、好きな人ってかそういうネタが分かる人ならいいけどね。冗談が通じる人なら92%ぐらい変態だから大丈夫だと思う、なわけあるか。ということで今回は雑談生放送この辺で終わりたいと思います。たくさんのコメントご視聴ありがとうございました。 YouTube にもね最新作上がってますんで、ぜひぜひ見ててください。デッドバイデイライトもね、ハロウィン終わる。もうある？話したいことあんの？話したいことある？
まあ、したことあったらまたたさんすっからね、すっから楽しかったです、ありがとう、おもろかったね、俺も好きなことただ話してるだけだけどやっぱおもろいわ話すんの。終わり方変態、あざーすね、ということでね、あのあるから YouTube に動画が、雑談放送も再生リストで全部まとめてるからね、時間あるときによければ聞いててください。また雑談しましょうね。今日もエールありがとうございました。コメントもご視聴もまた次回雑談したり生放送やったりね、あと動画もあげますんで、ぜひぜひお楽しみにしててください。それでは次回の生放送動画でまたお会いしましょう。バイバイ、今来た人また来てね、バイバイ。